和倉ユース初戦前橋育英戦振り返ると始まりました。ここにいる5分の3でね、5分の3出てないですリクとシゲが、まあ、出てたんですけど、はい、まあ、リクはウィナーズに加入して初の試合ということで、そこの部分でもちょっといろいろ聞いていこうかなと思うんですけど、初の試合の初スタメン、初スタメン、すぐ即スタメン、即スタメン、前橋育英が相手っていう、ね、うわ緊張した。そのウィナーズとして出るっていうの、いや、めちゃくちゃ緊張しましたね。ああ、だからやらかしたね。いやいや、あの、試合に入ったら別に緊張しないけど、試合までがめっちゃ緊張した。え、なんで？それは何が違うの、普段と。カメラあるし、カメラあるし。アップの時にさ、もう囲まれてたやん。いや、まあ、それもあります、ね。これがちょっとウィナーズなんや、みたいな感じはあった。ありましたね。確かに。ウォームアップ、すごい人数が見てたんですよ。そうなの。見に来てた。もう、やりづらい環境でウォームアップは一応なってたね。うん、でもあれはめっちゃ緊張しましたね。結構ね、見に来てくれてたからね。多分それで緊張したん、うん。入ってからは大丈夫だった。入ってからはまあ試合は大丈夫だ。始まったらもうスイッチ入ってみたいな。そうそう、で、やらかしたね。コージロでやらかしました。でも、コージロと逆だね。この試合、コージロきつかったな。いいサイドね。コージロ君は交代させるを得なかった、あれは。さすがに。前半で勝ったよね、コージョ。前半で勝った、うん、体は重かったし、ちょっとゲームに入りきれてなかった部分はあったね。結果が0-3、完敗。初戦0-3のスタートはちょっとあの後メンタルやられると思うじゃん。切り替えてた。切り替えて、試合中に、いやいや、試合終わってた。1失点目すごい気になったんだけど、まあ、リクとジャイさんがちょっと 見合って、ロングボールをね、見合って、どっちが行くのかと。触れられて、見られるっていうね。ちょ、俺、一個思ったんだけど、あれさ、行ってる時にさ、誰かフィールドのやつが、キーパーって言ったんよ。そうなんですよ。ジャイさんでもない、リクでもない。誰かが言ったんよ。俺もそれ聞こえたんよ。で、リクがちょっと止まったよ、その声で。あ、キーパーなんだっていう。ジャイさんではないです。誰ジャイさんじゃない。ジャイさんじゃなかったっす。多分ね、ウンパか誰かだった。キバキバって聞こえて。そう。フィールドから言ったよ。そうなんですよ。誰かが。俺はさ、聞こえてた。だから緩んだ。そう、一瞬緩んで、そこで触られない。だから、あれは、コミュニケーション不足っていうのもあった。いや、間違いない。それは良くないわと思ったよ。決められた後にね。ウンパっぽい感じの声だった気がするけど、わからん。それはわからん。ほんまに。で、ウンパも、試合の時に俺言ったよ。誰か言ったやろみたいな。あの、関係ないやつがって。たら、いや、ワンチャン俺が死んだよ。なんか必死だったから。あ、覚えてないよ。そう、覚えてないって言って。うんうんうん、いや、ワンチャン俺言ったかもしんないっすみたいなこと言ってて。とっさに出るもんね。っていう事故はあった。あの場面。あ、知らんかった、俺。映像で見たから、そのやっぱ声聞こえへんからさ。そう。まあでも最終的には、俺の方が。まあまあまあ。そうだね。それは。あれ怖いのはわかる。確かに、ジャイさんが走ってきてて、両方見えないし、あれは結構サッカーであるあるだから。ジャイさんはなんつったの？ジャイさんは多分、止まってたんですよ、俺がヘディングで。そうそうそう、あれめっちゃ中だった。まあまあ、でもまあ、リクも行けん距離ではなかったもんね。そうっすね。リクの方が近かったもんね。そうっすね。だからヘディングで返すかも、外で切るか、そうっすね。ジャイさんが割り切って出てきて蹴るかのどれかだった。で、ちょっとまだ遠慮しとったんや、こいつ。やっぱ初戦だし。まあまあ、そう。っていうのもあった。あれは全てが重なって、失点につながった、あれは。失点するって言ってそうやもんね。まあ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 。いろいろ重なった。だから、まあ、ネタバレになっちゃうけど、その後の試合はこいつ、ああいうボール全部こいつやってくるでしょ。そうそう、全部クリアしてる。見ましたよ。セーフティーも見ましたよ。セーフティーできすぎて、避けれるところこうなるので違いません。あれが初戦で良かったっていう見方もできる。確かに。今後どうなるか分かんないけどね、和倉ユースが、うん。っていうミスではあって。確かに。俺、裏林1個あるわ。あの試合で、達也が足つるんよ。スケットの、アナキン達也くん、途中出場で足つって、もしかしたらもうこの動画上がってくるには、途中出場で、足つんなよっていうコメントが来てくるかもしれないですけど、それを本当に言うと、達也くん、そのワクラ呼ばれたのって、ほんまに3日前とかな。タカが決まったらそれぐらいだったの。タカが行けなくて。3日前くらいにワクラ行けますかって言われて、達也くん言ったらもう、行きますって言ってる。もう日程あるけど、もう調整して、行きますって、まずもう来てくれた。うん。達也くんも、最後にサッカーしたのがリーズリーグ最終戦やった。だからそれ以後サッカーしてない。だから1ヶ月ぐらい前。だから達也くんからしたらもう3日後にワクラ行かないといけない、サッカーしてない。でも、動画を分けなきゃいけないから、編集をせんといけんかったって、うん。自分のチャンネルのね。だからもう徹夜して、
とりあえず花金の仕事は終えて、すごいよし、あと次はワクラってなった時に動いてないじゃん、うん、だから徹夜した状態で夜走りに行った方がいいんじゃないみたいなリコちゃんにも言われて、うん、で、あそうやなっつって、さすがに体動かしてくるわっつって夜中に走り、うん、で、朝パッて起きたら足がパンパンになってたらしくてその状態で次に移動して試合して途中から出たけど足つった。確かに達也くんはあの試合でただ単にきつくて足つったんじゃなくて、もうそれコンディションが悪かった、全てをその試合のために間に合わせたがために足をつっただけであって、サッカー系チャンネルじゃないから、ね、そう普段から動いてるわけじゃないから、うん、ここがインフルエンサーチームの難しいところやね、はい、だからマジでそれでもし叩いてるコメントがあったらそれはちょっと違うっていうのだけ伝えておきます。まあそういう急だった、理由があった、ちゃんとタカも急に来ましたしね、俺のせいそれで言ったら、ね、もしむしろ来てなかったら本当にヤバかったか確かにフォワードゼロやから、みんなそうなったら確かにゼロ、フォワード1の状態もおかしいけどそもそもその裏回しで言うと、釣ったシーンでデカ盛りさんが連絡来た。なぜかどんな裏回し、うん、それも裏回し、うん、デカさんね、ミナーズ大好きやな、うん、めっちゃ見てる、あの試合、あの一試合だけライブ配信したからあれ見てて、なぜか俺に来たから、タツヤ足釣ってる、俺の方がええんちゃうか俺に来た、俺来ちゃう、いうところだってデカさん、どういうルートか知らないけど、うん、試合内容と結果、うん、得点者、あ、全部知ってる内通者いるやん全部知ってるから、デカ森さんがさ、入りたい入りたいって言うからさいや、お母さん必要っすねって俺も言うしかないやん必要よ、それ言うな、必要よ、デカ森さんが、まあ確かに必要、うん、だけど、俺もでもその釣ったシーン終わってから、じゃあ俺病室で見てきた、それ、うん、後半のほんまにちょっと終わりかけぐらいだよな、達也、あの右サイドでシュート打ってそのままつってで、ちょっとしてから俺まだ診察呼ばれたから、そっから見てへんねん、うん、その後じゃあ西店俺診察受けながらこうしてて見てた、これほんまに、西店見た、見た、シゲスリップしたやつ、あれスリップしたんだけど崩れ落ちた、崩れた、ね、疲労ってこと、いや、疲労も、てかマジできつかったマジで崩れ落ちた、あの所詮ピッチで多分40度超えとる、いや、もっとあるやろ、もっとあります、もっとあるやろ、スパイクドラゴムチップ溶けてて全然ついてました、そうそうそう、で、あれはマジであのシーンで俺はボールホルダーに対して、うん、俺はウンパが行くと思ったのね、うん、ウンパが下がったから一番近いの俺だと思って、あ、やばい、打たれると思って慌てて行こうとしたらもう疲労限界すぎて滑りかけたりに対しても踏ん張れなくて、うん、もう両足耐えれなくてバーンなってガッていったけどもうなんか入ってたそれは我々もね、ニュージーってオーストラリアって北海道行ってからの過密スケジュールでしょ、いやもうね、我々もやっぱ言い訳ですよ、それはもうピッチ多分、うん、前行くはどうやった、強かった、強かった、明らかに強かったけど、1-0 まではまだ全然悪くない、2失点目するまでは全然ミラーズもチャンス作ってて、うん、分からんかったが、もう2点目入れる瞬間も終わった崩れる瞬間で崩れ落ちちゃう、したたかやってはもうそういいチームやった、うん、ちなみにあのミスした後はメンタルどうだった、いや俺はもうマジでここで落ち込んだら終わるなと思ってたんで、ガチで切り替えました、もう気にしないあーもうじゃあメンタルとしては別にブレてなかった、そう逆に引き締まったみたいな、そういいメンタル持ってる、あすごいな、俺こいつもうダメになるなと思ってうわこいつおもろいねこっからまあまあまあ、まあ、俺も、まあ、申し訳ないけど見てて俺敬語に言われるんだよまあそうもう絶対来るな俺も結構言われるの、でもそれで言うとあの試合終わってもう切り替えたって言ったじゃん、本当にもうみんなもう次勝とうって切り替えてて、うん、もう雰囲気はいいわけ、うん、そしたらこいつ普通にあの食堂とかで、うん、お前のせいで負けたんだよってまあ言ったら愛のある意思で、だから逆にそれがもう笑いを生んでたから、まあね、スケットにめっちゃ言うやん兄ちゃんみたいな感じの雰囲気出てたまあ大会期間中もずっと言ってましたけど最終日までずっとだから大会期間中ってか言うけどこれ一番やからいつもだよこの言うのはもう別に日常やからこの後なんかそれで引き締まってるからこいつはじゃあお前 か注目してほしいよ後の試合、じゃあお前もう元のヘッドコーチみたいになってヘッドコーチってもうマジで那須さんもねなんかポジション決めるときに大体俺呼ぶからこれどうかなお前もうコーチやん、マジでヘッドコーチになってから確かにこいつスタミナ発表3日目とか4日目になるともう疲労がやばすぎて
誰がスタメンか分からんのよ。でも唯一こいつだけなんか知ってたもん。こいつだけ内部事情知ってた。だからこいつもコンディションとかやっぱ近くで見てるから、ね、俺は見てて選手やけど、那須さんより多分コンディション知っておるよ、うん、ちょっとやばい。まあ言動も聞いてるしね俺は。選手ね、次の試合が浦和南。これも面白いですよ。こっからあなたたちも視聴者ですからね。ああ、そう、もうそこで。高離脱、翔平も、1日でかということで、全試合振り返っていくとは思うんで、そちらも楽しみにしておいてください。ということで、みんな、イフトボールチャンネルで、分かれ優先、見てください。本当に。楽しいので。はい。また次の動画でお会いしましょう。せやよ。